はい、10年前の医療は現代の医療にあらず、本日は2020年2月の21日です。今日は、男女の産み分け、またご質問がありましたんで、産み分けられますかというご質問がありましたんで、基本的に当院ではその産み分けっていうのはしてません。それはなぜかというと、ほぼ半々の確率で、男女が産み分けとか男女が生まれてくるんで、男の子だよって言っても2分の1当たるし、女の子だよって言っても2分の1当たるし、確実な産み分け方法はもう受精卵を調べる以外、ないと思ってます、ね。その中でもいろいろ昔からの言い伝えがあるんで、それをちょっとね、昔からの言い伝え、男の子であればいいな、女の子であればいいなという程度で聞いてください。で、昔からの言い伝えとしては、男の子が欲しい場合、性生活っていうのは、排卵日に、性生活を行うと。そうすると男の子が生まれやすい。あるいは重炭酸ソーダで膣を洗浄したりして、膣をの環境を整えるとか、女性のオーガズミズムを感じた方が、男の子が産みやすいとか、後輩での方が男の子が産みやすい、あるいはオーガズミズムの時に深く挿入したら男の子が生まれやすいとか、排卵日までは禁欲と。いうようなことが言い伝えられてます。で、食事についても、タンパク質をたくさん摂る、魚、肉、卵、牛乳など、で、野菜としてはトマト、みかん、栗、ぶどう、りんご、海藻はこんにゃく、じゃがいもなどなどなどということですね。それは夫の方ですね。妻の食べ物としては、タンパク質はあまり取らずに、植物性のタンパク質、動物性のタンパク質は取らずに植物性のタンパク質を取るというようなことが昔からの言い伝えで言われておりますので、いいなと思ったら、適当にやってみるのもいいかなということですね。女の子が欲しい場合には、性生活の 2,3 日前で、タイミングを合わせると、性交の前には素で、膣を洗浄するとか、女性はオーガニズムを避ける、性行為の成功が望ましいとか、オーガニズムの時には深く挿入せず浅く挿入するとか、排卵日の 2,3 日前、の成功ですけど、それまでは成功しなくても性質は少なくてもいいというようなことですよね。で、食事についてはですね、夫の食べ物としては、きゅうり、かぼちゃ、ウニなど野菜類と、肉、魚、卵はちょっと控えめにすると、タンパク、動物性タンパク質はあまり取らないと、で、逆に妻の食べ物は動物性タンパク質の多いとこういうものを取るというようなことが昔からの言い伝え、半分は当たりますからね。いいなと思ったらやってもらったらいいけども、基本的には、男女の産み分けっていうのはなかなか難しいというふうに考えてください。それでは、時間余ったんで手品やりますね。これ日本のフォークがあります。ちょっと調べてもらったらいいですけども、このフォーク、グリ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 とすると、曲がっちゃいました。このフォークと比べていただいたら分かると思います。はい。